パローネコルブラチャーレの選手たち。腕に筒状のものを装着している。かつてのタンブレロのバット、現代のタンブレロのバットと、ボールタンブレロは、イタリア発祥の球技で、タンバリンを原型とするバットを使用する。野外競技のアウトドアタンブレロと、室内競技のインドアタンブレロがある。また類似したスポーツとして、タンブレリタムビーチタンブレウなどがある。 人が互いにボールを打ち合うという球技は、エジプト文明、メソポタミア文明など紀元前から世界各地で見られるとされるが、タンブレロの源流はテニスと同じで、紀元前15世紀頃のエジプトの壁画に確認することができると言われる。イタリアでは、ローマ時代から様々な形でこの球技が行われたという。 11世紀頃、ヨーロッパに進出してきたウマイヤ朝の影響を、テニスの原型とも言われる、ジュドポーム、ジューデポーム手のひらのゲームの始まりと関連づける、説があり、ラケットという言葉は、アラビア語で、手のひらを意味する、ラハットが、語源と言われる。現在のタンブレロの原型となったゲームは、16世紀から18世紀頃、中世の北部イタリアで盛んだった。 パローネ・コルブラチャーレという木製の円筒状の筒を前腕にはめてボールを打つ競技だと言われている。ちなみに現在のテニスのラケットの原型が登場したのも14世紀のイタリアとされる。タンバリンの起源も同様にエジプト文明、ギリシャ、ローマ帝国の頃から見られ、スポーツのタンブレロはこのバットをラケットのように使用してボールを打つことから、 この名がついたと言われている。現在のタンブレロがイタリアで確立されたのは19世紀後半で、1896年には、イタリアで最初の選手権が行われた。今行われている、競技の公式ルールが最初に作られたのは1920年とされる。この競技は主に屋外で競技する。80メートル2 0メートルのグラウンドを使用し、センターラインは、 グラウンド中央に引かれ、各チーム5名が相対しプレーする。直径28センチのバットを使用し、直径6センチメートル、重さ約78グラムまたは88グラムのボールを相手のコートに打つ競技である。ネットは使用しないが、ルールはテニスと共通点があり、サーブからゲームが始まり、ボールが2バウンドする前にレシーブする。打ったボールが、 アウトになった場合や、センターラインにタッチした場合はポイントを失う。チームは9人で構成され、各チーム5人の選手がグラウンドへ入り、残り4名がベンチで控える。選手の典型的なフォーメーションは、図にを参照。ディフェンダーの役割は主に敵陣のなるべく後方へ、ロブを上げて、相手に攻撃のチャンスを与えないよう、ゲームのペースを作ることにある。アタッカーは、 チャンスボールをボレーまたはスマッシュし、ウィニングショットを狙う。センターは、アタック兼ディフェンスの役割を果たす。点数も、ほぼ、テニスと同じように数える、15、30、40、ゲーム、ただし、フランスでは40ではなく45と数える場合もある。40対40になった場合、テニスと同様デュースとなるが、2回目のデュースを、ゲームボールと呼び、 その時のポイントを勝った方が1ゲーム勝つことになる。18ゲームを選手したチームが勝利する。インドア・タンブレロは1930年代頃に始められ1950年代に盛んに行われた。正式な競技として確立したのは1934年で、戦後にはミラノ、ローマ、ジェノバ、ボローニャ、フィレンツェなどの都市部の公共施設で行われている。 1980年代にアウトドアタンブレロの人気が天候の悪い陶器に下がることを危惧したイタリア協会が大々的にインドアタンブレロのプロモーションを行い1987年頃から陶器のタム競技として広く行われているインドアのルールはアウトドアタンブレロの応用でコートの広さは他のインドアスポーツとの兼ね合いのためアウトドアタンブレロ よりかなり小さいサイズとなっている。大きさは地域によって異なるが、典型的には34メートル X16 メートルで競技する。センターラインから両サイドに向かって2メートルのところに、センターラインと平行にサービスラインが引かれ、サーバーは相手コートのサービスラインを超えるサーブを打たなくてはならない。直径28センチのバットを使用し、 ボールを相手のコートに打つ。使用されるボールはアウトドアタンブレロより軽く子供用のテニスボールが用いられる。ネットは使用せず、ルールはアウトドアタンブレロに準じる。13ゲームを選手したチームが勝利する。各チームの選手は3人から構成される。センターバックがバッターを兼ねる。選手の典型的なフォーメーションは図にを参照。 ありがとうございます。